こんにちは、おかしんチャンネルです。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。1年前ぐらいですかね、ダイオードブリッジコンプレッサーを今買うならこの5機種がおすすめみたいな動画を作ったんですけども、その当時おすすめした5個一回復習してみると、ルパートニーブデザインズの535、まあ、500シリーズですね。あとバズオーディオの DBC20、 ブレントアベリルの 10DCF、まあ、ルパートニーブデザインズのシェルフォードチャンネルと、ヴィンテックの 609CA かな。この5つを一応ご紹介しました。で、あの動画を作った直後かちょっと何ヶ月か後に、ルパートニーブデザインズからなんと、今お借りしてます5254が発表されました。まあ5254っていう型番からに合わせてる通り、まあ2254スタイルのコンプレッサーを現代に蘇らせましたよっていう、まあ一応製品ですね。というかこの5つを紹介した時に、僕は535に関しては弱点といえば、当然僕の大嫌いな500シリーズの製品なので、ちょっとローが抜けるというか軽いところが、まあ弱点といえば弱点だっていうことを言ったんですけど、ラック版ですので、まあその弱点は克服されてるはずですね。ということでこれをお借りしたんですけど、今回この5254に関してちょっと海外の、ね、レビューをいくつか見てたんですよ。そしたらと、その3360的な音作りをするんだったらヘリテージのサクセサーの方がいいって書いてた人がいたんですね。まあ、この5254に関してはモダンな音だけど、どうつまみをひねっても33609のような音にはならないっていう風にその人は書いてて、なるほどと思って、せっかくなんでこのヘリテージのサクセサーですね、これは2チャンネルのステレオコンプでデュアルモノ動作はできないですね。各コントロールは1種類しかない。5254の方はデュアルモノでも動くっていうやつですね。ということでこの2つをお借りしてみました。今日はこれの2つに加えて、プラグインでリンデールの 254E と UAD の第2世代の2254と、アクースティカのエンジンを使ったプライムスタジオのプラグインカリボーって読むんですかね。はい、この5つで比べてみようと思います。これね、はっきり言って難しくて、僕も今回はどれが何っていうのを当てるのもうね最初から諦めてるので、どれが一番好きだったかなみたいなので、皆さんもね聞いてもらえばいいんじゃないかと思います。と、以前にヴァンガードのマイクをご紹介した時の、これ V4 のマイクは僕すごく気に入ったんで、 V4 のマイクでテストしたいと思います。当時やってた時はこの FET プレッサーを使ってました。一回これで聞いてください。空にはまだ真昼の月、淡く白く浮かんで、君の髪を溶かし、どこか遥かな地へ帰るの。はい、ギターの方は SSL とルート1だけですね。で、ボーカルは BX コンソールとこの FET プレッサーで、プレートはピュアプレート使ってます。ではこのサクセサー、5254、これはスローのセッティングにしましたね。今回は全部ミックスは100だから、ブレンドしてない、うん、100% ウェットでやっていきます。久しぶりにこのブラインドテストを起動してみたいと思います。あ、そうだ、今回難しいんで、ちょっと僕ね、ヘッドホン LCDX なんですけど、これバランス接続してみました。まだね使い倒してるわけじゃないんですけど、こういうキャノンのこれ4芯ですね、バランス接続のヘッドホンで、噂のドロップ789というヘッドホンアンプ、まあ、まだこれに関してはこのルパートニューブより絶対にとは言うほどは使ってないんですけど、ちょっとこれがバランス接続できるやつなんで、ここから LCDX で僕は聞いてみたいと思います。ではシャッフルします。それでは1番ですね。皆さんもね、どれが好きか聞いてみてください。空にはまだ真昼の月、淡く白く浮かんで、君の髪を溶かし、どこか遥かな地へ帰るの。はい、2番です。空にはまだ真昼の月、淡く白く浮かんで、君の髪を溶かし、どこか遥かな地へ帰るの。はい、3番。空にはまだ真昼の月、淡
く白く浮かんで君の髪を溶かしどこか遥かな地へ帰るの。はい、4番。空にはまだ真昼の月、淡く白く浮かんで君の髪を溶かしどこか遥かな地へ帰るの。はい、5番。空にはまだ真昼の月、淡く白く浮かんで君の髪を溶かしどこか遥かな地へ帰るの。はい、どうでしょうか。僕はね、 2か4が好きだったかな。一応2にします。はい、じゃあ見てみましょうか。キャリーボーってやつですね。あと4がハードでした。5も良かったですね。2、2、5、4。はい、皆様いかがだったでしょうか。もう一回ハードの方聞いてみましょうか。ルパートニブデザインの5、2、5、4ですね。空にはまだ真昼の月、淡く白く浮かんで君の髪を溶かしどこか遥かな地へ帰るの。はい、こっちがサクセサーですね。空にはまだ真昼の月、淡く白く浮かんで君の髪を溶かしどこか遥かな地へ帰るの。はい、こんな感じです。じゃあちょっと違う曲で聴いてみましょう。キックとまず、ベースの2種類に使いました。で、もともとこの曲はキックは DBX タイプで、ベースが1176っぽいものを使ってたっていうことなので、一回オリジナルで聴いてみてください。はい、こんなサウンドですね。ではキックもベースも5、2、5、4からそれぞれでブラインドテストで指してます。一回ちょっと5、2、5、4で聞いてみましょうか。はい、じゃあ今回もどれが好きか皆さん聞いてみてください。いきます。はい、2番。4番。
晩。いかがだったでしょうか。僕はね、まあ、234は好きだったけど4にしようかな。見てみます。サクセサー合ってたな。癖が分かってきた。どっちも5254はやっぱりいい方に入ってきてますね。なるほど。僕が気に入ってたのは254Eでしたね。はい。一応もう一回ハードを聞いてみてください。まず5254ですね。はい、サクセサー。はい、こんな感じです。それとさらにですね、今回はマスタリング的にも使ってみました。で、せっかくなんでこの5254で処理したキックとベースです。で、それに対してマスターにそれぞれかけてみたのがこのファイルですね。このマスター5個にそれぞれブラインドテストを入れてみます。マスターに関しては、ブレンド 50% で全部かけました。プラグインもハードもね。このサクセサーの方もね、ちゃんとブレンド機能があります。で、このカリボーってやつとかは、ブレンドがないので、ちょっと鮮度でうまいこと、同じ、なんていうのかな、バランスになるようにやってみたつもりです。一回、で、マスターコンプなし。かけたら、はい、では行ってみましょう。1番です。はい、どうでしょうか。見てみます。
はい、自分はね、そう、4が一番好きだったかな。まとまりがいいって書いてある、まあ、UAD でしたね。ただ2、3ベースが深いっていう感じがしたんだけど、これがハードでしたね、というような感じになりました。皆さんいかがだったでしょうか。はい、はい、ということで、5機種というか、まあ、2機種とプラグイン3つ聞いていただきましたけど、使った感想としては、まあ、特にこの2つなんですけど、まずドルパートニーブの5254に関しては、これシェルフォードチャンネルの時にも感じたんですけど、リリースが6個から選択できる、まあ、アタックとリリースはセットで動くんですけど、このタイムコンスタンスが6種類のプリセットがあって、それのダブルというか、ファーストモードっていうのがあるので、12種類ですよね、のアタックとリリースがコントロールできるんだけど、正直そのリリースはなんて言うんだろう、ドンピシャなものがなかなかなくて、まあ、ここでいいかっていう妥協が少しあります。アタックはね、 6×2 の12ポジションでね、まあ、ちょうどいいものが見つからないってことはほぼないと思うんですよ。各トラックに関してもマスターに関してもどれかハマるのはあると思うんだけど、リリースをもうちょっといじれたらなっていうのは個人的に思いましたね。まあ、だからこのダイオードブリッジという方式がこのリリースをスイバブルにできない構造になってるんですよね、おそらく。そこがまあシェルフォードチャンネルと一緒で少し不便には感じたけど、それにしてもどのテストでも上位に食い込んでくる音の説得力とか、さすがにいいなと思いました。多分535だったら軽いなって感じる部分もな、ちゃんともちろん楽なんでいい感じですね。でね、このサクセサーに関しては値段がかなり安いですよね。20万台前半とかですよね。まあ、デュアルモノできないんだけども、別に一個一個トラックを処理していけばいいんで、まあ、そこは僕は気にならなかったんですけど、これリリースがね、 25mm っていうのがあるんですよ。普通こういう33609とか2254タイプって一番速いのは100とかなんですよね。でこのね、サクセサーのリリース 25mm っていうのがめちゃくちゃいいです。これはもう素晴らしい発明だなって、もうほぼこれ25でやったんじゃないかな僕は。すごい気に入りましたね。でブレンドもあって、ハイパスフィルターもこれセレクトできて、いわゆるそのニーブっぽさっていう意味ではこっちの方が近いですね。それはその外国の人の方がレビューしてたのと一緒の感想を持ちました。でね、それはね、ちょっと僕この525に関してどのトランス使ってるのかってね、本国の方にサポートの人にね、いろいろ聞いたんですけど、シェルフォードチャンネルがなぜ、そう、僕これ全なんか他の動画でも言ったと思う、結局オーロラオーディオと戦えるのってシェルフォードチャンネルだけだって言ってると思うんですよね、いろんなところで。でね、そこの秘密が何なのかなって、そのサポートの人にいろいろ聞いたんだけど、おそらく結局はインプットトランスなんですよ、シェルフォードチャンネル。マイクインプットトランス4012っていうトランスを使ってるらしいんですけど、これが勝手な予想ですけど、まあおそらくシェルフォードチャンネル作る段ではニーブさん本人の健康状態とか年齢的なことを考えるにほとんど口出してないと思うんですよ僕は。もうこれ勝手な僕の想像ですけどね。だけど、まあ、スタッフが時伏せてというか作ったと思うんですよ。でこれおそらく言ったらね、マリンエア、当時のマリンエアのトランスにほぼ似たような仕様のトランスを、これいわば殿下の応答を抜いたんだと思うんですよね、シェルフォードチャンネルのマイクインプットに関して。でサポートの人に聞いたんですけど、このマイクインプットトランスを使ってる機材って他にないんですよ、ルパートニーブデザインの原稿の中で。コンソールの方もそうだし、モジュラーの5052とかもそうだし、この4012っていうマイクのインプットトランスを使ってるのはシェルフォードチャンネルだけなんですよね。でこれね、この後に出した5211っていう2ちゃんのユニットあるじゃないですか。お値段もすごいお求めやすいし、アウトプットトランスに関してはシェルフォードチャンネルと一緒なんですよね。2042っていうトランス使ってるんですけど、でこのサポートの人とやり取りしてたんですけど、なぜこれにシェルフォードチャンネルと同じ4012のトランスを使わなかったのかって聞いたんですよ。そしたら、それは我々のゴールではないって言われたんですけど、ちょっと待てと、ニーブの名前を冠して、しかもですよ、ポルティコの頃は白いフェイスプレートだったわけじゃないですか。それをね、もう殿下の応答を抜いてこういう色のハードを作ってるわけですよね。それで5211っていうステレオのプリアンプを出してきて、ヴィンテージニーブに近いサウンドを出せる4012を乗せないで、それは我々のゴールではないってね何言ってんのって思いました、正直。だからこの5254に関しても確かに
いろんなレビューに書かれている通り万能だし、通したもの全部音を良くするっていうような高性能なコンプだと思うんだけど、セルフォードチャンネルでできたあのブラインドテストでヴィンテージに言うと間違えるようなサウンド、そっちに寄せようと思えばできたはずなんですよね。それはしなかった。で、実際使用にあたってはもしかしたらこういうサウンドの方が潰しは効くのかもしれないけど、うん、なんかね、なんでそれをやんないのかなっていうのはちょっと奥歯にというか喉に小骨が刺さった状態っていう気はしますね、うん、だから正直使ってて楽しかったのはこっちの方っていうか、そのヴィンテージ感っていう意味ではね、ヘリテージの方が楽しかったですね。だからこういうこれって言ってみればディストレッサーみたいな、何を通しても良くなるし、そつがない機材なのかなっていうのはちょっと思います。そんなことで、だから今後のルパートニウムデザインズに対して殿下の応答であるそのトランスの音、このシェルフォードチャンネルだけに載っている4012の音、今後どうしていくのかなっていうのがねすごく気になるし、うん、けどなかなかに高性能なコンプでしたね。まあ聞いていただいた通りです。はい、そんな感じで今日は、ルパートニウムデザインズの5254とヘリテージオーディオのサクセサーを聞いていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。 SNS お気軽にフォローください。 OOP ノート機材プランでやっておりますので、お気軽にご連絡いただければと思います。以上、おかしんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。